ジャコモ・アゴス・チーニ、ジャコモ・アゴス・チーニ、ジャコモ・アゴス・チーニ、1942年6月16日隊は、イタリア出身の元モーターサイクルロードレーサー。イタリア語で、針という意味の、アゴ、アーゴというニックウムで知られた。1960年代 -1970 年代にかけて、ロードレース世界選手権で活躍。 500cc クラスと 350cc クラスで122回の優勝を果たし、計15ものタイトルを獲得している。史上最高のロードレーサーとみなされ、68勝と8度のタイトルを 500cc で記録し、残りは 350cc での記録である。1999年にモートジッピー電動モーターサイケルホールオブフェーム入りしている。アゴスーニは、 ロンバルディア州ブレシアで父親アウシリオアゴスチーニと母親マリア・ビットーリアの間に生まれた。一家はローベレノデで、そこで父親は地元の議会に雇われていた。四人兄弟の長男であったアゴスチーニははじめ、ヒルクライム、ついでロードレースを行うようになったが、父親は息子のモータースポーツを心よく思わず、アゴスチーニは父親を説得しなければならなかった。 結局、父親は、レース活動を許可し、アゴスチーニは1963年に、イタリア 175cc 選手権に元モリーニで、勝利した。モリーニの、ファクトリーライダー、タルクイニオ・プロビーニが、ベネギニ遺跡、その後任として、ファクトリーライダーになることで、アゴスチーニは、ブレークした。アルフォンソ・モリーニ白は若きアゴスチーニを起用した、アゴスチーニは、 イタリア 350cc 選手権のタイトルを獲得し、モンチャで行われた、イタリア GP で4位に入ることでその能力を示した。これらの結果は、ドメニコ・アグスタ博の目に留まり、アゴスチーニはメガボルト、アグスタと契約、マイク・ヘールウッドのチームメイトとなった。シーズン、アゴスチーニは 350cc クラスで、ホンダのジム・レッドマンとタイトルを争った。シーズン最終戦。 日本 GP で彼のマシーンは不調となり、タイトルはレッドマンのものとなった。1965年シーズンが終わると、ヘールウッドは気難しいアグスタ博の下で走るのに嫌気が差し、ホンダに移籍した。アゴスチーニはメガボルト、アグスタの第一ライダーとなり、彼はそれに応えて 500cc のタイトルを7年連続で獲得した。彼はまた、 350cc のタイトルも7回獲得し、マンシマ・ TT レースも10回制した。彼は現在もイギリス人以外で同レースを10回制した唯一のライバーである。シーズンはヘールウッドとタイトル争いをすることになるが、グランプリ史上最もドラマチックなシーズンの一つとな。最終戦はヘールウッドが勝利し、両名とも5勝を挙げたものの、 有効ポイントの差でアゴスチーニがタイトルを獲得した。1972年のマンシマ TT レースでジルベルト・パロッティが自己死し、アゴスチーニは二度とマンシマ TT レースに参加しないと発表、グランプリ界に激震が走った。彼は37マイルのコースが世界選手権を戦うには危険だと考えた。当時 TT レースはカレンダーの中で 最も権威のあるレースであった。その他のトップライダーも彼のボイコットに賛同し、2万島 TT はグランプリのカレンダーから外れることとなった。アゴスチーニはシーズンをヤマハで戦うと発表し、レース界を驚かせた。日本メーカーのファクトリーライダーとして彼はアメリカでの二輪レースで最も権威のあるデートナー200で勝利した。 その年彼は 350cc のタイトルを獲得したものの 500cc は負傷と機械的問題のためタイトルを逃がした。は 500cc のタイトルを獲得にストロークマシンで最高峰クラスを初めて制することとなった。1975年のタイトルはアゴスチーニにとって最後のタイトルとなった彼は 500cc に鈴木とメガボルトアグスタで参加し、 350cc では圧戦で唯一勝利した。ニュルブルクリンクでは 500cc にメガボルトアグスタで参加、優勝したがこれが最後の勝利となった。この勝利は4ストロークマシンにとっても最後の勝利となった。シーズンは復帰したヤマハで戦いシーズン6位となった。この年をもってアゴスチーには世界 GP を引退。 同様に 750cc 耐久も引退した。ジョン・サーティースやマイック・ヘールウッド同様、アゴス・チーニ・モニリン引退後に、フォーミュラ1レースに参加した。彼は1978年に、ノンタイトル戦に参戦した。ヨーロピアンフォーミュラ2シリーズにシェブロン b 4十に、BMW で、ブリティッシュフォーミュラ1選手権に、自身のチームで、ウィリアムズ FW06 で参戦する。 彼は1980年にすべてのレースから引退した。アゴスチーニはマールボロヤマハチーム監督としてオートバイレースに復帰した。監督として彼はエディ・ローソンと共に3度の 500cc タイトルを獲得、クレーム・クロスビーやケニー・ロバーツといった成功したライバーを起用した。チームは1982年のデートナ・フォーミュラ1、クロスビー。 1983年及び1984年のデートナフォーミューラ1ロバーツ、1986年のデートナスーパーバイク選手権、ローソンのタイトルも獲得した。からまでチームは 250cc クラスにも参戦、ルカ・カダローラ、マーチン・ウィマー、アレックス・クリビールを起用した。からはカジバ・ファクトリーチームの監督となり、2、カジバが撤退するまで同職を務めた。 は、ドリアーの論語に置きをして、ホンダのマシンで 250cc に参戦したが、これが最後のシーズンとなった。1968年までのポイント制度、1969年以降のポイント制度、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。